日本の大工さんたちたくさん働くね。家の新築現場にいるんだが、隣のアパートの2階にいる金髪少女がすごい勢いでこっち見てる件について、そういや大工さんが監督がもう一人いるってこの子のことか。めっちゃ笑顔で手を振られているわけだが、一服中なんでちょっと長めに手を振り返したら、ベランダに出てきて、大工さん屋根やるって聞かれた。今日からやるよ、うるさくてごめんねって言ったら、いいさよ頑張ってって言われて和んだ。ちなみに俺は大工さんじゃないんだが、今見たらベランダに椅子持ち出してる。がっつり見るつもりですかこの子は。つかいつもは近寄りがたい大工さんがご機嫌なのはこの子のおかげかな。上等式は内輪でやって終わっちゃうね最近は。個人的にはご祝儀もらえるから好きなんだが、あとお客さんの顔も見えるし。昼休み報告、屋根の半分までやった。監督のワクテカな視線のおかげで予定より早い。早いね、今日終わっちゃう？明日までかな。明日来る？土曜もお仕事？お休みは日曜日だけだよ。大工さん大変だね。本物の大工さんの嫉妬の目が怖いんですが。仕事終わり、副兵登場です。監督は午後からも元気に監督でした。午後からは大工さんがアパート側で多分無理やり仕事、ついでに電気屋さん登場で監督のテンションマックス。電気屋さんが、俺は電気屋、上にいるのが屋根屋さんで、あのおじいさんが大工さんと教えたので呼び方は覚えたみたい。美味しいところ持っていきやがって。思わぬ副兵マミーまで参加。日本の大工さんたちたくさん働くね。違うよ、屋根屋さんと電気屋さんと大工のおじいちゃんだよ。大工さんが照れてて和んだ。途中暑くなったので上着を脱いでたら、母がこれ飲んでとなぜかマミーを手にしてた。まさか投げるのか、いやいや届かないだろうと思ってたら、見事なオーバースローでマミー投げてきた。あんなに回転するマミーは初めて見たよ。